馬力のエンジンがついた釣り用のフィッシングボートです。船体の特徴は、トリマランという3つの3層構造です。真ん中の船体がメインハルといって、細身のカヤックのような船体、特にこの先端部分は細くすることで波の水切り性をいいように設計してみました。それからこのサイド側両端がアウトリガーについたフロートになっていて、これで安定性、スタビリティを確保しています。2人乗り用にシート2つつけています。で、2人が釣りをできるようにサイドフロートを前側に配置して、後ろ側に釣りができる空間を確保しています。それから2人で釣りをするときに、魚探がここにあるんですけども、この魚探を状況に応じてこういうふうに角度を変えれるようにしています。前回海でテストをしたときに、このサイドフロートからのしぶきがかなり後ろの方にかかってくるっていうことが分かりましたので、このしぶきをガードするスプラッシュガード、これを作ってみました。これでそういうしぶきに対して効果があるんじゃないかと思います。一番後ろにエンジンを乗せてるんですけども、このエンジンを置いてる前に、ここに独立した空間を作ってます。で、後ろ側にどうしてもしぶきが入ったりするので、ここを船室と分けることで、ここに水が入った時には、ここを水抜きをするようにしてます。それからこの底ですね、もっと底の方に、線を2箇所、こうと向こう側ですね、映りますかな、うん、2箇所設定していて、当然ボートを洗う時にあそこを開けて、後ろ側に水抜きをするという線でもあり、それから、場合によっては後ろのこの線だけ開けると、この中に海水を入れると、生けすにならないかなというつもりで作っています。